この動画では理科6年電気の利用を例として取り上げ、理科の授業でのアーテックロボの活用方法についてより詳しく説明していきます。まだアーテックロボの使い方を説明した動画を見ていない方は先にそちらをご覧ください。この動画の内容がより理解しやすくなります。現在、電気の利用の単元では、手回し発電機で作った電気をコンデンサーにため、溜めた電気で豆電球や LED を光らせ、どちらがより効率的に電気を利用できているのかを比較する実験を行っています。新しい学習指導要領では、さらにコンピューターとセンサーを活用することで、身近な電気製品がどのようにして電気を効率的に利用しているのかを体験を通して学ぶことが求められています。ここからは例として周りの明るさを調べる光センサーを利用し、周りが暗くなり人がいなくなったと判断できるときには自動で動作を停止する小型の送風機を作り、コンピューターとセンサーの役割について説明していきます。プログラムを作成する前に、これから作る送風機がどのような手順で動作するのかを考えます。ここでは、フローチャートという手法を使って動作の手順を整理します。まず、スイッチが入るとプロペラを回します。次に、光センサーで周りの明るさを調べ、周りが暗ければ人がいなくなったと判断して、プロペラの回転を止めます。反対に、周りが明るいときは、そのままプロペラを回し続けます。このように、ある条件によって動作を分けるコンピューターの処理を分岐と言います。コンピューターは、この一連の動作を終えると処理を停止します。そのため、このままでは暗くなったときには、すでにプログラムが動いておらず、プロペラの回転を止めることができません。そこで、この一連の動作をずっと繰り返し行うようにします。これで常にセンサーから得られた情報を確認でき、暗くなったタイミングでプロペラの回転を停止できるようになります。それではプログラムを作成します。スタディのソフトウェアのブロックプログラミング環境で理科実験モードを選択します。理科の実験でスタディのを使うときは専用のカバーが便利です。使わない端子を隠すことができ、接続ミスなどのトラブルを防ぐことができます。はじめに入出力設定で使用するセンサーが選択されていることを確認します。今回は初期表示と同じで、光センサーを A1 に接続しているため、A2 のチェックだけ外し、入出力設定を完了します。次にテストモードを利用して、光センサーの情報を確認します。光センサーから得られた明るさの情報は、0から100の数字で表されます。数字が大きいほど明るく、数字が小さいほど暗いことを示しています。光センサーを手で覆い、明るい時と暗い時の数字を調べます。この結果から、暗いと判断する基準となる値を決めて、条件式を作ります。この条件式は、決めた基準値より、小さいになります。条件式が成り立つときは、電気を止めてプロペラの回転を停止させます。また、スタディーノは流す電流の強さも制御することができます。ブロック上で指定した数値に比例した強さの電流が流れます。最後にこの処理をずっと繰り返すようにしてプログラムの完成です。完成したプログラムをスタディーノに転送します。
タリーノの電源として電気をためたコンデンサーをつなぎ電気を流してみます。送風機のプロペラが回転しました。今度は周りを暗くするとプロペラの回転が停止しました。このようにセンサーで調べた周りの環境に応じてコンピューターで電気の流れを制御することで電気の無駄な消費をなくし電気を効率的に利用することができます。今行っている理科の授業にプログラミングを取り入れることでより探究的で深い学びへとつながります。ぜひこれらの他にも様々な単元でプログラミングが活用できないか考えてみてください。